はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。5月の31日を最終日ですね。こちら収録をしております。昨日の夜からですね、そして今朝にかけて大きく事態が動きまして、自民党が政策活動費、いわゆる政策活動費について維新案を丸呑みする、ほぼ全て受け入れるということを表明し、そして岸田内閣総理大臣、自民党総裁と日本社会代表の馬場伸幸代表が会談して、そして合意文書を作り、今回の政治改革案に、まあ我々日本社会としても賛成の方向性で最終調整に入るということが決定をいたしました。この合意文書3点ございますけども、これ読み上げさせていただきたいと思います。自由民主党、日本維新の会は、政治資金制度改革に関して、下記の3項目をはじめ、政治資金の透明性向上等に向けて取り組むことに合意した。1、調査研究広報滞在費、旧文通費について、衆参議長のもとに設置される協議の場において、前向きに議論を行い、使途公開と残金返納を義務付ける立法措置を講ずること。1、いわゆる政策活動費について、政党から政治家個人への寄付の特例を廃止の上、年間の使用上限を設定し、10年後に領収書、明細書等とともにその使用状況を公開すること。1、自らが代表を務める政治団体への寄付を行った場合に、税制上の優遇措置を受けることを禁ずること。ということで、まあ、とりわけ1と2が重要です。まあ、3番もね、この税の、錬金術を止めるという意味ではもちろん重要なんですけども、まあ、いわゆるこの文通費については、まあ、これまで、やってきた当たり前だったんですが、残してきた課題ということで、領収書を公開する、使途は返金する、もうこれはもうちゃんとやるんだということを改めて合意した。2点目、政策活動費ですね。これ散々これまで取り上げてきましたけども、自民党がこれを億円単位でですね、幹事長などの役職から差配をし、自らの権力の源泉としてきた、使途が不明なブラックボックスの金、政策活動費について、まあ、10年後の公開という形で、領収書を提出、保存し、10年後に公開するということで、この、最後のブラックボックスだった、この政治資金に領収書がひまづいて、この二つ、文通費と政策活動費という領収書がいらなかったお金、この二つが消滅すると、この日本の政治資金から領収書にひも付かないお金は原則としてなくなっていくというですね、これ極めて本質的な大改革なんですね。もう自民党がこれまで出してきた小手先の政策活動費改革、明細書を作って自己申告で使った個人が党に報告して、党はその、自己申告されたものを公表、勘定項目ごとに公表するとか、そういう次元のレベルじゃなくて、そこにあと、今度は日付入れるとかね。だからそんな次元の小手先のものじゃなくて、領収書と紐づくわけですから、これまで自民党がやってきたであろうと言われているお金配り、この選挙の時に軍資金で2000万円、この人ドーン、この人で500万円、ドーンみたいなお金配りということは、これはもう領収書がなければできない。なくなるわけですよね。もう表のお金として政治資金として政治団体間でやるとかね、もう領収書がもう10年後公開されることをもう覚悟でね、2000万円もう相手に渡すとかですね、まあ、要はとにかくもう見えない形ではもうできなくなりますので、そうするとこれはもう完全に使用用途に抑止力がかかって、これまでのような使って何億円何十億円と幹事長とか一人の人間が差配して好きなようにお金を配るということは極めて難しくなるということで、もう自民党的な昭和の時代からずっと続いてきた自民党的な裏金の使い方、自民党的なガバナンスやり方というのが、まあこれはもう崩壊していくと、これはもう音を立てて崩れていくという意味で、これは極めて本当に重要な合意だというふうに思ってます。なので我々はもう正直私個人としてもここまで自民党がベタ折りして飲んでくると思いませんでした。なので、まあ、昨晩から、やっぱこれ最後の局面で動きますから、昨晩から自民党がこの維新案を丸呑みしたいということで、まあ、調整に入ってきたときに、まあ、心底驚いたわけでありますけども、まあ、そしてこれから、これは法律化していくという中で、最後もちろん詰めもやっていかなきゃいけないわけですが、まあ、本当にこの手前味噌ですけども、歴史的な合意、歴史的な転換点になる、日本の政治資金、日本の政治家の流れから、領収書にひまづかないお金が消えていくという、それが決まった、もう本当にこれは、もう、革命的な、本当に記念すべきというと軽いんですけども、本当に驚きの一日、5月31日の日が刻まれるんじゃないかというふうに思います。なので、まあ、我々日本維新会としてはですね、企業団体献金の廃止などですね、もう一つの本丸が全くゼロ回答であったことは極めて遺憾でありますし、その点については今後も自民党に厳しく退場していきますけども、このもう一つの本丸であった企業団体献金の廃止と並んだ、もう一つのこの中核である領収書のひまづかないお金をなくしていくという、この政策活動費、この点について丸呑みをしていただいたということで、今回の政治改革の自民党の提案には賛成の方向性で動いていきたいと思います。そして私もこの実務をずっと担当してきて、維新案の制度設計をしてきたの
ども、私と、まあ、青柳さんとか、まさに政調会でやってきましたんでね、これ最後まで責任を持ってですね、これが骨抜きにならないように、条文の細部までこだわって、来週採決されるであろう、この政治改革の法案、まあ、しっかりと通していきたい。で、皆さんの期待に応えられるように、もちろん不十分だとかね、企業団体献金の廃止、こっちがゼロ回答だったのにこれだけで賛成していいのかとかですね、今後も自民党は約束を守るとは限らないじゃないかとか、まあ、いろんなご批判はあると思います。でも、これは本当に大きな一歩。もうこの領収書に紐付けると自民党の総裁が内閣総理大臣が公に宣言した、この自民党がずっとやってきた中央集権的ガバナンス裏金文化をやめていくということを宣言した、この大きな一歩を勝ち取ったということで、これしっかりと形にしていくために引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしくご視聴ご鞭撻とチャンネル登録や高評価コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さよなら、頑張ります。